さんが希望の図で出てこられて、さっきおっしゃったことにも反論もあるし、いろいろ聞きたいことあるんですけど、まあ、これから本当に神道として公約を作ろうということなんで、特に今の段階でケチをつけようと思ってないんですね。でうちももちろん総理 の会見で大体公約の柱は出てきましたけど、まだ完全に詳細詰めてるわけじゃなくて、私その政調会長代理で公約作成委員長なんですけど、まだ政調会長を中心にどういう表現ぶりにするのかということも決まってないんですが、だからここでなんかあまりこう政策議論もうこの状況だと深まらないだと思うんですけどね、一つ言っておくと、エネルギー自民党原発推進っていうのはちょっと違って、我々はそのちょっと喋らせてください、はいはい、いつも予算委員長の時にもいつもちゃんと喋ってください我々はそのちょうど野党の時にね、私エネルギー政策特命委員長だったんですけども、原発のその依存度っていうのは例えば例えば福山さんが一生懸命やってた再生可能エネルギーとかね、そういうものを導入しながらできるだけ下げていくという方針を出してるんですね。ただやっぱり明日からゼロにできるかっていうと、それはなかなかできないと。で電力の需給とか国民の負担とか、あるいはその CO2 の問題もありますから、こういうことを見ながら総合的に判断しておこうということで、原発推進というのはちょっと違うのと、それから、その他のことはいろいろ言いませんが、私が一番興味があるのはね、さっき井上さんがおっしゃった自民党の補完勢力だと希望の党のことをおっしゃっていると、ということはそのいわゆるこの前に進んでいた民挙、政策連携みたいなことはこれはもちろんやらないんだろうと、ということはね、選挙での共闘みたいなことももちろんやらないということでよろしいんでしょうか。これすごい大事なことで、私参議院選挙の時ね、もちろんその民主党の参議院のことはちょっとね、山本さん今誰に聞いてんの。いや井上さんに聞いてる。井上さん、もう福山さん行かなきゃ。まあ、私民進党の今参議院なんで、だから、はい、民挙を共闘って言ったのはね、で共産党はもちろん希望党だったら なしよ、で民主党は民進党はどうするのか。いやだけどその共産党はなしっていうけど、例えば熊本なんかはね、いや別になんか井上さん批判しようって言うんじゃないけど、熊本なんかは候補者を下ろしてるじゃないですか、地域によって。だからその井上さんがね、希望の党はもう自民党の補完勢力であると、なおかつ小池代表がはっきりね安保法制推進って言ってるし、それから憲法改正についてもはっきり言ってる中で、これ選挙で共闘するっていうのはすごく分かりにくい。私悪いけど参議院選挙で民主党と共産党がその一緒に結構共闘したってすごい違和感があったんで、井上さんには申し訳ないんですけど、私の頭にはね現実主義を持った2つの政党があって、それがやっぱりこう政権交代をするっていうのがね日本にいいんじゃないかとずっと言い続けてきたから、でその意味で言うと共産党とは違うんだから、それは選挙での共闘はないんですね。まずね民共共闘と言われましたけど、あれは四野党、市民と一緒に共闘してきたんですよ。そして市民連合なんかの政策提案があって、それを共通のものとしていこうということであって、そこに対して我々の例えば安保とか自衛隊の独自政策を持ち込まないということでは一点があったんですね。でさっき言いましたように希望の党っていうのは我々自民党の補完勢力と思ってますから、希望の党はこれは、共闘の対象にはなりませんと明確に言っております、はい、ですから原則私たちとしてはそこについては候補者を立てると。で福山さん、ちょっと一言だけ聞いていただいて、かつその我々はそういう中でも今民進党に所属をされていて、結果としては無所属で出るとかいう選択をされる人がいるでしょう。行かれないから公認されないという方もいらっしゃる。いやそんなことないんですよ。ちょっとそのことも含めて前提の話をしないといけないので、結果としてそういう中でもそこには行かないということの方であればね、今現代民進党の方、無所属の方ともこれはもう選挙協力は大いに進む。だから自民党の方の方を掲げるという、選挙協力は我々という言葉は我々一回も使ってません、うん、つまり選挙制度の中で住み分けをしていくということです、うん、それは目的は小選挙区なんだから、逆に言えば一対一の構造を作っていくことが一番国民にとって分かりやすいので、それが安倍政権を倒すためには必要だということで、具体的に行きたいとね、トリプル補選では民共の協力はあり、民共の協力関係ないですよ。いやいや共産党と組むかという、いや組まないです、組まないです、いや組まないけど、トリプル補選で両方別々に出すの、それ一本化するの、補選もないです、補選もない、補選もなくなりました。それでもう一点は前原代表が両院議員総会で言われたのは、どんな手段を使っても安倍政権を止めないといけないと、うん、
で我々の理想の社会を作るため好き勝手な安倍政権を終わらせると、うん、で名を捨てて身を取る決断をしたと言われたんですね。で一対一の構造を作るために我々は、希望の党に全員公認申請をすると、で全員仲間が行けるように最大限努力をすると前原さんが言われたので、その言葉を信じて我々は満場一致でそのことを了解したわけです。そこで来た木内さん、実はこれ今日の朝日新聞で小池さんは全員受け入れさらさらないと、つまり民進党の連中を全員受け入れないと言ってますね、はい、と例えば枝野なんてのは受け入れるのかどうか具体的にそこは私は分かんないんですが、いろいろな政策を具体的に、枝野氏は完全に彼はリベラルですよ、うん、で要するに小池新党とは違うと思う。私の立場で固有名詞でこの人はどうだというのはコメントする立場ではありませんけれども、リベラルの人間を受け入れるのかっていうの、いや政策が一定程度あって、明らかに違うじゃんリベラル党首、まあ、だからもし違った場合はご自身も死亡しない。枝野氏は明らかに安保関連法は憲法違反だと、で憲法改正はしないと言い切って、いやいや前原代表だってこの間両院議員総会で安保関連法は違憲だとおっしゃってますから、うん、だからそれそれが希望の党との交流 で、ね、安保と憲法で全く私たちからしたら希望の党と違うはずなのに、2年前のことをずっと思ってもそれを自分の考え方をぐらりひっくり返して一緒になる、しかもついぞこの間民進党除籍除名した人たちに頭下げて入るんですよ。頭下げてないですよ、失礼なこと言わないですか、頭は下げてないですよ。片山さん思うのはやはりその先ほど福山さんおっしゃったんですが、やはりその前原さんが自民安倍政権を終わらすためにっていうそこをゴールセッティングにしてとかやっぱ問題だと思うんですよね、うんうん、だからそれがやっぱりだから一対一にしちゃうっていうね、その先の理念がだから後回しになっちゃってるところがやっぱ問題なんだという、野党4党の共闘の時は安倍内閣をいかに退陣させるかで手を結んだんです。でこの次また希望の党が出てきた段階で私社民党的には一番懸念はやっぱり憲法改正しないとか 安保関連法が違憲だっていう立場や共謀罪がダメだっていう立場やそういう立場がちゃんと国会の中に残るようにリベラル勢力が結集したいです。福島さん、はい、悪いけど民進党は野党4党でやるよりも要するに、ね、小池さんと組んだ方がこれはね安倍さんにとって強敵になると、こう判断したんです。だから福島さんの懸念は私福島さんの立場からするとすごく相当程度根拠のあるものだと思っていて、つまり要は安倍政権に反対するっていうのは、まあ、野党としては明確だったわけじゃないです。じゃあ何の理由で反対するのか、なんで退陣させたいのかという理由がですね、結局社民党としてはやはり憲法改正したり安保法制とかってことにあったわけじゃないですか。野党4党、すいません、野党4党の時の、まあずっと市民連合やいろんなところでやっていたのはいろんな理由もあるけれど、最大はやはり安倍政権が民主主義やいろんな、まあ、憲法を無視して暴走することにあったわけで、その時の野党4党の共闘というのはとても意味があったし、でもそのそれはリベラルの定義がリベラル勢力という定義が結局のところですよ、今政権握ってませんというにしか聞こえなくなっちゃうんですよ。結局のところ日本のじゃあリベラルとか左派って言った時に それこそいろんな政党はあるかもしれないけど護憲っていうのはかなり大きな軸だったわけですよ。例えば国会前のデモでも全然関係のない例えば労働のデモでも護憲っていうのが出てくるっていうことはやっぱりそれ社民党も大事にしてきたはずだし、護憲っていうものがすごい大きなイデオロギー軸だったんです。それを三浦さんが何をおっしゃりたいかがちょっとよくわからない、それを民進党が捨てようとしてるわけです。ちょっと待って、ちょっと三浦さんおっしゃる、三浦さん、だから三浦さん、ちょっと待って、具体的に言えば麻生太郎までは護憲だったんだよ自民党も。いや、まあ、ただただ結論点すごい。いやだって我々だって護憲って言ってないでしょ。いやだから結局民進党が護憲だというしてましたよ。いや民進党が護憲だという理解のもとに投票してきた有権者っていうのはいるわけですよ。それは墨分けしてるわけです。いや違うんですよ、三浦さん。これは護憲っていうのではなくて、うん、安保関連法は問題だ。共謀罪は、まあ、この4年間はないけど安保関連法は問題で、そして秘密保護法なども問題だという立場で、私たちは共闘してたわけですよ。ちょっとね、考え方は立憲主義で党首会談で明確に合意してるんで、ちょっと CM 後に福島さんから行きます。ちょっとね福島さんが言ってることは非常に筋が通ってて、まあ、いいんだと思うけど、
ね、ちょっとこういうこと聞くのは良くないんだけど、はい、それにしても福島さんの社民党ってもともと社会党ですよね、はい、社会党ってのは野党第一党だ、ね、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。そうですね、まあ、一つは次は取ってんだけど、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。社会党、私は社会党時代に社会党員ではなかったけれど、社会党もやっぱりその、まあ、労働組合いろんな人々に支えられて、はい、野党第一党で、私は社会党の意味っていうか、55年体制の100何十人いたんだよ社会党は。意味ってあると思うんですよ、まあ、3分の1以上いたので憲法改悪をさせなかったとか、うん、それから実は社会民主主義的な育休法やいろんな 社会党が先に行って政府がそれを採用するとか、そういうことはとてもあったと思っています。で、社会党がまさに社民党になって、そして社民党が、民主党に行くときに、それこそ今とちょっと似た村山さんや土井さんは排除するっていうのが起きて、社民党はだから行かない人たちで、まあ、その立場で堅持すると。で、私たちは村山さんや土井さんは排除されたの、はい、で民進党から。初めは何か向こうに行くってことだったけれど、まあ、ダメだっていうの。なんでダメだって言われたの。いや、それは私は分かりません。まあ、温帯で首相経験者であったりして、まあ、その理由は分かりませんが、今度も問題だ。だから社民党が労働現場の労働者やいろんな人たちに支えられているんですが、私たち、まあ、連合が、まあ、民主党基軸になって、ただ民主党とはかなりいろんな政策も共通点もあって、働く人を中心にした福祉社会という点では一緒に共同してとてもやってきたんです。で、社民党自身のことで言えば、やはり、支持基盤が、まあ、非常に狭くなったことと、なんで狭くなっちゃったの。まあ、残念ながら連合が、まあ、私たちを支持してくれる、連合は恨んでたんだ。支持してくれる人もいますが、連合総体全体としては民主党基軸になった。で、社民党自身がその働く非正規雇用やいろんな人たちの支持をもっと拡大し、市民にもっと広げ、脱原発は大昔からやっているので、そこで支持を広げられるよう、私たち自身ももっと変えられるように頑張りたいし、今度の選挙でもリベラル勢力の結集を訴えて頑張りたいと思っています。その社民党がその入れてもらえなかったとか、切り捨てられた村山さんや、そういったその核となる人の思想の違いって何なのかっていうのが分かんなくて、要は2009年の選挙の時にも構造改革期待で結構多くの無党派が民主党に投票した結果として政権交代が実現したわけですけど、その構造改革とその場に出てくるお題とは違って、その政党としてじゃあなんで違うから、何が違うから排除されるのか、例えば民進党の中で排除されるかもしれない人も何が違うのか分かんないんですよ。排除される時は排除の論理で、それは理由は多分私もその場にいていなかったし、排除した側の理論は分からないですよ。私はまあ唯一煙とか、まあ、土井さんバリバリ護憲だから煙たかったのか、それはよく分かりません。でもそれやっぱバリバリ護憲が軸なんじゃないんですか。バリバリ護憲が違いなんじゃないですか。多分どういうの。ね、やっぱり選挙制度って大きいんですよ。田原さんよくご記憶あると思いますが、細川連立政権の時は中選挙区だったんですよね、うん、で中選挙区で政治改革を目的としてたら、まあ、宮沢総理がああいう状況になって、山本先生もよくご案内のように中選挙区で選挙やりましたと。そしたら気がついたら自民党は過半数割りましたと。8党連立だったら細川さんを総理にすることになったら、実は政権に担えることになりました。あれ小沢がやったんですか。いや、だから小沢さんがやられたんだと思います。その時にもっと言うと、つまり小沢一郎と畑総務が選挙制度を変えようと一緒に行ったの、うん、でね、で僕はあの時に後藤田正夫に説得された。後藤田が中選挙区だとどうしても金券になる、ね、でだから金券選挙をやめるためには小選挙区にしなきゃダメ。で2時間ぐらい説得されて、僕もそうだと。で宮田さんをいじめて宮田さんを失脚させちゃったんだけども、その時はね選挙が終わって過半数は野党が8党連立で取れましたと言って細川さんを総理にして取ったわけですよ。その時っていうのは政治改革が目的ですから、だから選挙制度改革、安全保障政策、もともと自民党の新政党の小沢さんのとこその当時はまだ自衛隊違憲だと言ってた社会、当時は社会党ですよね、社会党さんが一緒になって連立を組んだ、つまり政権を取ろうとしたんだよ。いや、政権を取ろうというか8党で組んで政権を取ろう。
退陣させたいのかという理由がですね、結局社民党としてはやはり憲法改正したり安保法制とかっていうことにあったわけじゃないですか。野党4党、すいません、野党4党の時の、まあ、ずっと市民連合やいろんなところでやっていたのはいろんな理由もあるけれど、最大はやはり安倍政権が民主主義やいろんな、まあ、憲法を無視して暴走することにあったわけで、その時の野党4党の共闘っていうのはとても意味があったし、でもそれは残っていると思いますよ。リベラル勢力っていう定義が結局のところですよ、今政権握ってませんっていうにしか聞こえなくなっちゃうんですよ。結局のところ日本のじゃあリベラルとか左派って言った時に、それこそいろんな政党はあるかもしれないけど、護憲っていうのはかなり大きな軸だったわけですよ。例えば国会前のデモでも全然関係のない、例えば労働のデモでも護憲っていうのが出てくるっていうことは、やっぱりそれ社民党も大事にしてきたはずだし、護憲っていうものがすごい大きなイデオロギー軸だった。それを三浦さんが何をおっしゃりたいかがちょっとよくわからない。それを民進党が捨てようとしてるわけです。ちょっと三浦さん、具体的に言えば麻生太郎までは護憲だったんだよ、自民党も。いや、だって我々だって護憲って言ってないですよ。いや、だから結局民進党が護憲だという、してましたよ。いや、民進党が護憲だという理解のもとに投票してきた有権者っていうのはいるわけですよ。それは墨分けしてるわけです。いや、違うんですよ、三浦さん。これは護憲っていうのではなくて、安保関連法は問題だ。共謀罪はまあこの4年間はないけど、安保関連法は問題で、そして秘密保護法なども問題だという立場で、私たちは共闘してたわけですよ。ちょっとね、立憲主義で、党首会談で明確に合意してるんで、ちょっと CM 後に福島さんからいきます。ちょっとね、福島さんが言ってることは非常に筋が通ってて、まあ、いいんだと思うけど、ね、ちょっとこういうこと聞くのは良くないんだけど、はい、それにしても福島さんの社民党ってはもともと社会党ですよね、はい、社会党ってのは野党第一党、ね、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。そうですね、まあ、一つは次は取ってんだけど、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。社会党、私は社会党時代に社会党員ではなかったけれど、社会党もやっぱりその、まあ、労働組合やいろんな人々に支えられて、野党第一党で、私は社会党の意味っていうか、55年体制の100何十人いたんだよ社会党は。意味ってあると思うんですよ、まあ、3分の1以上いたので憲法改悪をさせなかったとか、うん、それから実は社会民主主義的な育休法やいろんな社会党が先に行って政府がそれを採用するとか、そういうことはとてもあったと思っています。で、社会党がまさに社民党になって、そして社民党が、民主党に行くときに、それこそ今とちょっと似た村山さんや土井さんは排除するっていうのが起きて、社民党はだから行かない人たちで、まあ、その立場で堅持すると。で、私たちは村山さんや土井さんどうしよう、まあ、だからもし違った場合はご自身も死亡しない。枝野氏は明らかに安保関連法は憲法違反だと、で憲法改正はしないと言い切って、いやいや前原代表だってこの間両院議員総会で安保関連法は違憲だとおっしゃってますから、うん、だからそれが希望の党との交流 で安保と憲法で全く私たちからしたら希望の党と違うはずなのに、2年前のことをずっと思っても、それを自分の考え方をぐらりひっくり返して一緒になる、しかもついぞこの間民進党除籍除名した人たちに頭下げて入るんですよ。頭下げてないですよ、失礼なこと言わないでください。頭は下げてないですよ。片山さん思うのはやはりその先ほど福山さんもおっしゃったんですが、やはりその前原さんが安倍政権を終わらすためにっていう、そこをゴールセッティングにしてとかやっぱ問題だと思うんですよね、うんうん、だからそれがやっぱりだから1対1にしちゃうっていうね、その先の理念がだから後回しになっちゃってるところがやっぱ問題なんだという。野党4党の共闘の時は安倍内閣をいかに退陣させるかで手を結んだんです。で、この次また希望の党が出てきた段階で、私社民党的には一番懸念はやっぱり憲法改正しないとか、安保関連法が違憲だっていう立場や、共謀罪がダメだっていう立場や、そういう立場がちゃんと国会の中に残るようにリベラル勢力が結集したいです。福島さん、はい、悪いけど民進党は野党4党でやるよりも要するに、ね、小池さんと組んだ方がこれはね
安倍さんにとって強敵になると、こう判断したんです。だから福島さんの懸念は、私あの福島さんの立場からするとすごく相当程度根拠のあるものだと思っていて、つまり要は安倍政権に反対するっていうのは、まあ野党としては明確だったわけじゃないです。じゃあ何の理由で反対するのか、なんで退陣させたいのかという理由がですね、結局社民党としてはやはり憲法改正したり安保法制とかっていうことにあったわけじゃないですか。野党4党、すいません、野党4党の時の、まあずっと市民連合やいろんなところでやっていたのはいろんな理由もあるけれど、最大はやはり安倍政権が民主主義やいろんな、まあ、憲法を無視して暴走することにあったわけで、その時の野党4党の共闘っていうのはとても意味があったし、でもそれはリベラルの定義が、思いますよ。リベラル勢力っていう定義が結局のところですよ、今政権握ってませんっていうにしか聞こえなくなっちゃうんですよ。結局のところ日本のじゃあリベラルとか左派って言った時に、それこそいろんな政党はあるかもしれないけど、護憲っていうのはかなり大きな軸だったわけですよ。例えば国会前のデモでも全然関係のない、例えば労働のデモでも護憲っていうのが出てくるっていうことは、やっぱりそれ社民党も大事にしてきたはずだし、護憲っていうものがすごい大きなイデオロギー軸だった。それを三浦さんが何をおっしゃりたいかがちょっとよくわからない。それを民進党が捨てようとしてるわけです。三浦さんをするかで手を結んだんです。でこの次また希望の党が出てきた段階で、私社民党的には一番懸念はやっぱり憲法改正しないとか 安保関連法が違憲だっていう立場や、共謀罪がダメだっていう立場や、そういう立場がちゃんと国会の中に残るようにリベラル勢力が結集したいです。福島さん、はい、悪いけど民進党は野党4党でやるよりも、要するに、小池さんと組んだ方がこれはね安倍さんにとって強敵になると、こう判断したんだ。だから福島さんの懸念は、私福島さんの立場からするとすごく相当程度根拠のあるものだと思っていて、つまり要は安倍政権に反対するっていうのは、まあ野党としては明確だったわけじゃないですか。じゃあ何の理由で反対するのか、なんで退陣させたいのかという理由がですね、結局社民党としてはやはり憲法改正したり安保法制とかっていうことにあったわけじゃないですか。野党4党、すいません、野党4党の時の、まあずっと市民連合やいろんなところでやっていたのはいろんな理由もあるけれど、最大はやはり安倍政権が民主主義やいろんな、まあ、憲法を無視して暴走することにあったわけで、その時の野党4党の共闘っていうのはとても意味があったし、でもそれはリベラルの定義が、思いますよ。リベラル勢力っていう定義が結局のところですよ、今政権握ってませんっていうにしか聞こえなくなっちゃうんですよ。結局のところ日本のじゃあリベラルとか左派って言った時に、それこそいろんな政党はあるかもしれないけど、護憲っていうのはかなり大きな軸だったわけですよ。例えば国会前のデモでも全然関係のない、例えば労働のデモでも護憲っていうのが出てくるっていうことは、やっぱりそれ社民党も大事にしてきたはずだし、護憲っていうものがすごい大きなイデオロギー軸だった。それを三浦さんが何をおっしゃりたいかがちょっとよくわからない。それを民進党が捨てようとしてるわけです。三浦さん、具体的に言えば麻生太郎までは護憲だったんだよ、自民党も。結論点すごい。いやだって我々だって護憲って言ってないですよ。いやだから結局民進党が護憲だというしてましたよ。いや民進党が護憲だという理解のもとに投票してきた有権者っていうのはいるわけですよ。それは墨分けしてるわけです。いや違うんですよ、三浦さん。これは護憲っていうのではなくて、安保関連法は問題だ。共謀罪は、まあ、この4年間はないけど、安保関連法は問題で、そして秘密保護法なども問題だという立場で、私たちは共闘してたわけですよ。ちょっとね、考え方これは、ね、立憲主義で党首会談で明確に合意してるんで、ちょっと CM の後に福島さんからいきます。ちょっとね、福島さんが言ってることは非常に筋が通ってて、まあ、いいんだと思うけど、ね、ちょっとこういうこと聞くのは良くないんだけど、はい、それにしても福島さんの社民党ってはもともと社会党ですよね、はい、社会党ってのは野党第一党だ、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。そうですね、まあ、一つは次は取ってんだけど、ま、はい、なんでそんな少なくなっちゃったの。社会党、私は社会党時代に社会党が、まあ、非常に狭くなったことと、なんで狭くなっちゃったの。まあ、残念ながら連合が、まあ、私たちを支持してくれる支持してくれる人もいますが、連合総体全体としては民主党基軸になった。で社民党自身がその働く非正規雇用やいろんな人たちの支持をもっと拡大し、市民にもっと広げ、脱原発は大昔からやっているので、そこで支持を広げられるよう、私たち自身ももっと変えられるように頑張りたいし、今度の選挙でもリベラル勢力の結集を訴えて頑張りたい
たいと思っています。その社民党がその入れてもらえなかったとか切り捨てられた村山さんやそういったその核となる人の思想の違いって何なのかっていうのが分かんなくて、要は2009年の選挙の時にも構造改革期待で結構多くの無党派が民主党に投票した結果として政権交代が実現したわけですけど、その構造改革というその場に出てくるお題とは違って、その政党としてじゃあなんで違うから、何が違うから排除されるのか、例えば民進党の中で排除されるかもしれない人も何が違うのか分かんないんですよ。排除の論理で、それは理由は多分私もその場にいていなかったし、排除した側の理論は分からないですよ。私はまあ唯一煙とか、まあ、土井さんバリバリ護憲だから煙たかったのか、それはよく分かりません。でもそれやっぱバリバリ護憲が軸なんじゃないんですか。バリバリ護憲が違いなんじゃないですか。ね、やっぱり選挙制度って大きいんですよ。田原さんよくご記憶あると思いますが、細川連立政権の時は中選挙区だったんですよね、うん、で中選挙区で政治改革を目的としてたら、まあ、宮沢総理がああいう状況になって、山本先生もよくご案内のように中選挙区で選挙やりましたと。そしたら気がついたら自民党は過半数割りましたと。8党連立だったら細川さんを総理にすることになったら実は政権に担えることになりました。あれ小沢がやったんですか。いやだから小沢さんがやられたんだと思います。その時にはもっと言うと、つまり小沢一郎と畑総務が選挙制度を変えようと一致言ったの。で僕はあの時に後藤田正夫に説得された。後藤田が中選挙区だとどうしても金権になる、ね、でだから金権選挙をやめるためには小選挙区にしなきゃダメ。で2時間ぐらい説得されて、僕もそうだと。で宮田さんをいじめて宮田さんを失脚させちゃったんだけども、その時はね選挙が終わって過半数は野党が8党連立で取れましたと言って細川さんを総理にして取ったわけですよ。その時っていうのは政治改革が目的ですから、だから選挙制度改正、安全保障政策、新政、もともと自民党の新政党の小沢さんのとこその当時はまだ自衛隊違憲だと言ってた社会、当時は社会党ですよね、社会党さんが一緒になって連立を組んだの、つまり政権を取ろうとしたんだよ。いや政権を取ろうというか8党で組んで政権を取ろう。